食の秋田推進課からは、4事業について説明させていただきます。まずはじめに、デジタルを活用した食のリーディングカンパニー育成支援事業からです。事業の概要ですが、食品産業のリーディングカンパニーを目指す事業者に対して、事業計画の策定や事業規模拡大に向けた取り組みの伴走支援を実施するとともに、デジタル技術の積極的な導入による経営規模の拡大や生産性および企業価値の向上に資する取り組み等に必要な経費を補助します。補助要件についてです。3つの事業枠を用意してまして、いずれも補助率は3分の2となっております。1つ目の通常枠は、売上年20億円以上を目指してもらう事業者向けで、年1000万円を上限とした補助金です。補助対象経費に関して、1500万ほどの事業を行っていただくと、上限の1000万円の補助金が交付されます。次世代ユニコーン事業者枠は、売上年10億円を目指してもらう事業者向けで、こちらは年400万円を上限としております。同じく補助率3分の2ですので、補助対象経費に関して600万円ほどの事業を行っていただくと、上限の400万円の補助金が交付されます。通常枠と次世代ユニコーン事業者枠は最長2年の支援となります。通常枠ですと、令和6年に1000万円、令和7年に1000万円と、合計で2000万円の支援を受けることになりますが、予算の状況により上限額は変動する可能性がありますので、ご留意ください。ただし、通常枠と次世代ユニコーン枠は、事業経費の 10% 以上を AI、IoT などのデジタル技術導入に投資することを条件としております。最後のデジタル化重点枠も上限400万円ですが、こちらは1年限りの支援となることや、事業経費の 50% 以上を AI、IoT などのデジタル技術導入に投資することを条件としています。詳細は4月公表となります。まず事前に相談していただきまして、その後要件に合致しているかどうか確認した後に本申請していただくという流れになります。続きまして、食品産業価格高騰対策事業についてです。事業の概要ですが、価格高騰の影響を受ける中でも事業活動を継続し成長を目指す事業者が行う、例えばパッケージの材料や内容量の変更、小分け商品化等の商品改良、およびそれに伴う製造機器設備の導入にかかる経費を補助します。補助要件ですが、補助率は3分の2、補助上限は200万円となっております。こちらご留意いただきたいのが、本事業は原材料やパッケージの変更や商談会の出展、EC サイトの立ち上げ等の販路拡大などを支援するもので、それに付随する製造機械設備のみ対象となりますので、単なる機械の更新であったり購入だけだと対象となりません。こちらも詳細は4月以降に公表になりますが、先ほどと同じく事前相談が必須となっておりますので、ご留意ください。続きまして、伴走コーディネーターの配置、こちらをご説明します。こちら簡単に言いますと、県で食品製造事業者の事業拡大に向けた取り組み等について、伴走コーディネーターという職員を配置しておりますので、お気軽にご相談くださいというものです。例えばですけど、食品製造事業者の連携先であったり、マッチング、関係先への取り次ぎ等を行ったり、生産設備の新設、増強したい事業者向けに、各種補助金制度の紹介や支援機関の取り次ぎ等を行います。また、人材の確保であったり、人材の育成のご相談にも対応いたします。最後に、秋田食品事業マネジメント力講座についてです。こちら、県内の食品製造事業者から相談を受けることで最も多いのが人材育成にかかる部分です。
このため、県では受講料無料でさまざまな講座を設けて、人材育成の一助となりたいと考えております。こちらは講座の開始が7月以降となる予定ですが、1日2講座といった感じで、それぞれ興味のある講座のみに参加できることになっております。令和6年度については、マーケティング販売戦略、そして製造マネジメントと計16講座ほど予定しております。こちらも詳細が決まりましたら、県ホームページ等に掲載していきますので、皆様のご参加をお待ちしております。以上をもちまして、食の秋田推進課からのご説明を終わらさせていただきます。つきまして、産業政策課の方からデマンド支援事業について説明させていただきます。早速一番の事業の目的についてですが、廃業等をご検討されている県内中小企業者の事業引き継ぎや、M&A を契機とした中小企業の事業拡大、多角化等を支援するため、M&A に要する経費の一部を補助するものになります。また、令和5年度事業からは、M&A 後の経営統合にかかる経費の一部につきましても、補助することとしております。続いて、2番補助対象要件についてです。実際申請資格自体はいくつかあるのですが、今回お伝えしておきたいものとして2つ挙げさせていただいております。まず M&A により事業譲渡もしくは事業譲渡を行う、またはそれらを行った県内中小企業であること。それに加えて、令和6年1月以降のいずれかの月の売上高が令和3年から令和5年の同月比で減少していること、もしくは令和6年1月以降のいずれかの月の主な原材料等の仕入れ価格が令和3年から令和5年の同月比で上昇していることを満たしている必要があります。他の要件につきましては4月以降アップする要領等でご確認いただければと思います。続いて3番の補助対象経費についてです。本事業では申請される方の状況に応じて M&A 促進型と実現型と PMI 型の3つに分けております。 M&A 促進型では、 M&A の相手先様が決まっておられないなど、これから M&A に取り組むために行う手続きを対象としているもので、仲介契約にかかる着手金ですとか企業概要書等の作成費用が主な補助対象経費となっていきます。一方、 M&A 実現型ではM&A の相手先さんが決まっておられるなど、 M&A の成立が見込まれる県内中小企業者さんが行う手続きを対象としているもので、デューデリジェンスの費用や仲介契約にかかる成功報酬のお支払いが補助対象となっております。 PMI 型は令和4年度以降 M&A によって事業を譲り受けた中小企業者さんが行われる経営統合にかかる費用を対象としております。続いて4番の補助率及び補助限度額についてですが、補助率はいずれの枠につきましても一律3分の2とさせていただいております。補助限度額が若干ばらつきがあるのですが、促進型と PMI 型が100万円、実現型の買い手が基本200万円、売り手が100万円となっています。今年の事業から実現型の買い手先さんにつきましては、生産性向上計画を立案して審査会でそれが認められた場合は、限度額を300万円に引き上げることとしております。生産性向上計画では3年間前年比 2% 以上生産性を向上させる計画を立案していただき、具体的にどんな取り組みをされるのかといった内容を盛り込んでいただきます。詳細は4月以降にアップする要領様式等でご確認いただければと思います。続いて5番の申請方法についてです。要式第1号の交付申請書に、添付書類1から10番にかかる書類を添えて、秋田県産業政策課の方へご提出をお願いいたします。なお、9番と10番の書類につきましては、該当者のみになりますので、提出の際にご確認をお願いいたします。最後に、6の申請問い合わせ先についてですが、記載の通り、秋田県産業政策課の団体金融チームが窓口となっておりますので、
ご不明点等ありましたら、次第ご連絡をいただければと思います。これで産業政策課の M&A 支援事業についての説明を終わります。それでは続きまして、デジタルイノベーション戦略室から2つの事業をご説明します。まずはじめに、企業連携による先進技術活用促進事業です。こちらの事業は、先進技術やデータの活用などを通じて、複数の企業が連携するグループ活動を支援するものです。補助対象者は、秋田デジタルイノベーション推進コンソーシアムの会員で構成するグループになります。まだ会員ではない企業の方もいらっしゃると思いますが、こちらのコンソーシアムについては、随時入会を受付しておりますので、ご興味ありましたらお申し込みください。この補助事業の対象となるのは、異業種等による複数企業で同一のテーマに関するグループを形成し、先進技術の活用に向けて検討から導入までを実施する取り組みとなります。例えばですね、データの活用、RPA の活用、IoT の活用、AI の活用などを想定しております。補助要件としましては、補助率が2分の1、限度額が50万円です。対象経費は、講師借金などグループ活動に要する経費を対象とします。事業期間は原則として交付決定日から令和7年の3月末までです。募集は、来月4月から4月に募集を行う予定です。補助金の手続きの流れは、一般的な補助金、最初に説明がありました補助金の流れと変わりませんので、そちらに従ってください。で、こちらの補助金のどういったもので活用できるか、イメージが湧きにくいところもありますので、具体例をご紹介します。今年度、令和5年度に採択された事業です。データマネージャー育成コンソーシアムというグループが、この補助金を利用しました。県内の4社がコンソーシアムを組んで、県立大学の先生から統計学や Python の活用に関する講義を受けながら、参加者が普段の自らの業務における課題を設定し、課題解決に取り組むというものです。授業を受けるだけでなく、ここに参加した複数の企業で、その課題について意見交換をするなどして、最終的にそれぞれの課題を解決するというプログラムでした。このような複数企業が一緒になり、先進技術を活用する事業に対して補助しますので、もしご興味ありましたらお申し込みください。続きまして、DX 戦略策定伴走型支援事業についてご説明します。県では物価高騰や人手不足への対応など、企業経営における課題が山積する中で、デジタル技術の進展が著しい社会の潮流に対応し、国内外における競争力の強化を図っていくため、DX を進める必要があると考えております。その DX を進めための戦略の策定や、経済産業省で実施している DX 認定の取得を支援するのが、この事業になります。対象者は県内の中小企業などが対象です。支援内容としましては、県内の ICT 企業や商工団体、金融機関等で連携し、申請企業の課題分析から戦略策定、アクションプランの作成までを支援するものです。こちらの方は4月以降に募集内容が決まりますので、ウェブサイトなどで、その後、ウェブサイトなどで案内しますので、そちらをご覧ください。私は最後に、秋田県版 DX の手引きについてご案内します。この DX 戦略策定については、令和5年度に県と公益財団法人秋田企業活性化センターなどで連携し、この事業をやってまいりました。この事業の一環で、国内の多くの中小企業の DX 認定を支援してきた株式会社 DX 研究所と一緒になってですね、この秋田県版 DX の手引きというものを作成しました。この手引きは、県内企業2社をモデル企業とし、2社の DX 認定に向けた支援の内容が書かれております。こちらの手引きの方はですね、
秋田県 DX 推進ポータルサイトのこちらの URL からご覧いただくことができます。ウェブサイトなどで秋田県版 DX の手引きと検索いただければ出てくると思いますので、ぜひご覧ください。ただいま説明しました2つの事業について、お問い合わせなどございましたら、秋田県産業道路部産業政策課デジタルイノベーション戦略室までご連絡ください。私からの説明は以上です。では続きまして、プロフェッショナル人材活用普及促進事業について説明いたします。県では、秋田企業活性化センター内にプロフェッショナル人材戦略拠点という組織を設置し、県内企業のプロフェッショナル人材の獲得や副業兼業人材としての活用を支援しております。プロフェッショナル人材戦略拠点の詳細につきましては、後ほど秋田企業活性化センターよりご説明することとし、私からは2つの補助事業について説明いたします。1つ目はプロフェッショナル人材活用促進事業についてです。本事業は、県内企業が新事業への挑戦や積極的な販路開拓など、攻めの経営に取り組むにあたり、プロフェッショナル人材を新たに雇用する場合、受け入れ企業が負担した経費の一部を助成するものです。本事業による補助対象者は、県内に事務所・事業所を有する中小企業です。本事業により補助の対象となるのは、補助対象者が秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、プロフェッショナル人材を県内への移住が伴う形で新たに正規雇用した場合となります。県内への移住につきましては、住民票を秋田県に移すことが要件となっております。補助対象経費は、人材の獲得にあたって、民間の人材紹介事業者に支払う紹介手数料の一部となっております。本事業の補助率は2分の1以内です。補助限度額は通常枠が50万円。IoT や AI 等のデジタル技術や知識を活用し、DX の推進により成長戦略の実現をリードする人材を雇用する場合は DX 人材枠として補助限度額を100万円に引き上げることとしております。募集期間は令和6年4月1日から令和7年の2月末までで、予算がなくなり次第終了いたします。お問い合わせ、お申し込みは記載の通り、秋田県の産業労働部地域産業振興課ものづくり戦略チームまでご連絡ください。続きまして、副業兼業人材活用促進事業についてご説明いたします。本事業は、県内企業が製品開発や生産性向上等のため、県外から副業や兼業の形態で人材を受け入れる場合に、受け入れ企業が負担した経費の一部を助成するものです。補助の対象は、県内に事務所事業所を有する中小企業で、こちらはみなし大企業を除くこととしております。本事業により補助の対象となるのは、補助対象者が秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、県外から副業や兼業の形態により人材を受け入れする場合です。補助の対象経費は、人材の獲得にあたって民間の人材紹介事業者に支払う紹介手数料の一部と、県外に居住する人材が県内の企業の所在地等を訪れて、副業兼業業務に従事する場合の旅費となっております。ただし、1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円未満の場合は対象外となりますので、ご注意ください。本事業の補助率は2分の1以内です。補助限度額は通常枠が15万円。
先ほどのプロフェッショナル人材、活用促進事業同様に、DX の推進により成長戦略の実現をリードする人材を活用する場合は、DX 人材枠として30万円まで上限を引き上げます。募集期間は令和6年4月1日から令和7年の1月末までで、こちらも予算がなくなり次第終了いたします。こちらにつきましてもお問い合わせ、お申し込みは地域産業振興課のものづくり戦略チームまでご連絡ください。以上です。それでは、リーディングカンパニー創出応援事業についてご説明します。この事業は令和4年度から開始し、令和6年度も継続して実施しています。県としての目的は、この生産性向上による賃金水準の向上や、企業価値の向上に資する取り組みを支援し、地域経済を牽引するリーディングカンパニーを創出することです。別途、食の秋田推進課さんより、食のリーディングカンパニー創出育成支援事業の説明がありましたが、こちらのリーディングカンパニー創出応援事業の方は、対象が製造業を営んでいる中小企業となります。リーディングカンパニーとは、この事業のイメージとしては、例えば、洋上風力発電のような成長分野へ参入することであったり、県内でのサプライチェーンを構築すること、また、県外へ付加価値の高い製品を出荷して、県外からのお金を稼ぐ、といった取り組みなどを通して、雇用の拡大であったり、賃金水準の向上、新たな付加価値の創造、労働生産性の向上といったように、自社のみならず、地域の経済に影響を与えて、他の企業を引っ張っていっていただけるような存在をイメージしております。正直なところを申しますと、県としては県全体の賃金水準を向上させたいという目的が一番大きいところです。リーディングカンパニーの存在が、地域の他の企業の賃金水準の向上にもつながってくるようになることを目指しております。このため、単体の機器の導入などの取り組みに対する補助というよりは、企業そのものを支援対象企業として認定しまして、全体的に5年間サポート期間として伴走支援を行いながら、そのうち最初の3年間は補助事業の対象になるといった仕組みになっております。そして対象企業の条件というところですけれども、5年間の伴走支援の期間の事業計画を策定していただくんですけれども、その中で労働生産性の伸び率が平均 3% 以上となることや、給与支給総額と初任給の伸び率が平均 2% 以上になるような事業計画を立てていただきます。補助金としては、補助率が2分の1以内で、限度額が各年度1500万円となっています。補助対象経費は幅広くなっておりますので、ご不明な点をお問い合わせください。申請の手続きとしましては、まず、はじめに事前相談シートを提出いただいてから、事前相談を行います。その後に採択の申請として支援対象企業認定申請を提出していただきまして、プレゼンテーションの審査の上、採択が決まります。事前相談シートは、来週初めに美濃国秋田ネットに掲載したいと考えておりますので、申請のご意向がある企業様におかれましては、ご確認をお願いします。次に、収穫人材確保定着環境整備支援事業についてご説明します。
この事業は令和6年度新規事業です。中小企業が対象となります。県としての目的は、将来中核となるような若い方を確保し、定着させた上で、新たな事業を展開することを目指して、例えば、新たな部門の設置に向けて職場の執務スペースを整備することであったり、新たな部門で使う機器を導入したり、専門家のアドバイスを受ける大学の教との共同研究をするといったような取り組みを考えておられましたら、ご活用を検討いただければと思います。補助率と限度額について申しますと、補助率が4分の3以内で、補助限度額は750万円、下限300万円となっています。また、補助の条件としては、中核人材となるような大卒者等を事業計画の期間中に1名は採用するという計画にしていただく必要があるということです。ここで改めて中核人材とはどういったことかといいますと、各部門の中枢として高度な業務、難易度の高い業務を担う方、組織の管理・運営の責任者である方、複数の人員を指揮管理される方、高い専門性や技能を有する方、将来経営層の一員として想定される方といったイメージです。そしてこの事業においては、将来中核人材となるような大卒者等の採用を条件としておりますが、ここでいう大卒者等とは、大学、大学院、高等専門学校の専攻科の卒業者であって、新卒の方か、または既卒者であれば A ターンの方となります。これは県内の既卒者を対象に含めてしまうと、県内企業同士で人材の引き抜きになってしまう可能性があるためです。また、大卒者等だけが中核人材になるわけではないだろうというご指摘があると思われますが、今回の授業では、県として若い方が大学卒業後に就職で県外に流出してしまうというのを食い止めたいという課題に対する施策であることから、ちょっと大変申し訳ないんですけれども、定義が少し狭いものとなっており、ご容赦いただければと存じます。大卒者等の採用計画は条件にはなっておりますが、新しい事業の創出から波及して、より多くの雇用が創出されるという効果も期待しております。話が戻りますが、補助対象経費としては、そういった人材の採用を前提にしながら、新たな事業に要する経費や、また学生の方と在学中に交流を深めることで、企業の取り組みと専門性がマッチした方を採用できるという効果も踏まえまして、共同研究費用なども対象としているところです。幅広く想定したいと考えておりますので、ぜひ、オリジナリティのある効果的な取り組みを計画していただけますと幸いです。スケジュールのイメージですが、この事業の特徴として、最長で3年度にわたる事業計画の期間を設定しますので、例えば令和6年4月1日からであれば、最長で令和8年度末となる令和9年3月31日までを計画期間とすることができます。この期間中に1人以上大卒者等を採用する計画としていただくことになります。すなわち3年間でどのタイミングに750万を割り振るかは申請者の方次第となります。なお、手続きとしては、こちらも最初に事前相談をいただいてから採択申請と書類審査、プレゼン審査を実施して採択企業が決定しますのでご留意ください。最後に改めてこの事業の目的についてですが、県内企業がさらなる発展や成長を遂げるために、
未来の秋田を支える人への投資が欠かせないものと考えています。この事業自体は全ての企業にマッチするものではないかもしれませんが、企業の皆様が人材への投資を考えるきっかけであったり、社内で話し合うためのきっかけ作りの役割になればと考えております。企業の皆様におかれましては、今一度5年後、10年後の我が社の理想の姿をイメージしていただき、そこでどのような人材が活躍しているかを考えてみて、そのために何が必要かとなったときに、この事業であったり、また現在の従業員様のスキルアップの制度を活用することであったり、多様な従業員が働きやすくなるような環境整備の制度もいろいろとありますので、あとさらには令和6年度から企業と連携した奨学金の返還助成制度もありますので、そういったのに参加するなど、いろいろなこの他の制度も含めてご検討いただけますと幸いです。次に中小企業 BCP 実効性確保支援事業についてご説明します。この事業の目的は、災害時における中小企業の事業活動の継続と、県内経済への影響の低減を図るため、県内中小企業が BCP または事業継続力強化計画に基づき行う設備導入等の取り組みを支援するものです。すなわち、これから起こり得る災害に備えるための対策の補助となります。例えば、大雨の災害に備えるための止水板や停電に備えるための自家発電装置や蓄電池といったハード整備、またクラウドサービス導入などのソフト整備、浸水想定区域からの機器の移設であったりといった取り組みに活用できます。補助率は2分の1以内で上限30万円、下限10万円です。すなわち、20万円から60万円ぐらいのものを買うと半分補助されるといったイメージです。前提として、企業の方で策定済みの BCP の中に記載されている取り組みに関係するものであることが必要です。逆に言えば、BCP の記載内容から読み取れない場合は補助対象外となってしまいます。例えば、7月の大雨のこともあって、将来的な水害に備えたいけれど、今ある BCP が地震対策しか想定していなくて、水害のことまで記載していなかったという場合は対象外となってしまいます。そうした場合は、先に BCP の見直しにも取り組んでいただきながら、ご活用いただければと思います。また、別の取り組みですが、そもそも、BCP をまだ策定しておられないという企業の方向けには、この機会に BCP の策定をご検討いただければと思いますが、別途、産業政策課の事業で BCP 策定のアドバイスやセミナーを行っておりますので、ご参考としてください。今回のこの補助事業も、補助事業の存在をきっかけに、社内で災害対策について、話し合っていただくという、きっかけ作りのような目的もありますので、ぜひ今一度災害対策についてご検討いただけますと幸いです。募集自体は原則毎月の15日ぐらいまでとしまして、予算がなくなり次第終了の予定です。以上でものづくり戦略チームの説明は終わります。ここからは、ものづくり革新総合支援事業について説明いたします。本事業では、競争力の強化と付加価値の創出につながる取り組みをハードとソフトの両面から支援します。本事業による補助の対象者についてですが、県内に主たる事業拠点を有し、1年以上の事業実績のある製造業に取り組む中小企業者を対象としています。なお、みなし大企業は補助の対象となりませんので、ご留意ください。本事業により補助の対象となるのは、新たな設備の導入を伴って行う新商品の開発、生産、
新たな販路の開拓、新たな生産方式の導入、改善指導等に基づく生産性の改善の3つの取り組みです。なお、本事業ではシステムや設備の導入が必ず必要となっておりますので、この点もご留意ください。補助対象経費についてですが、機械装置やシステムの導入にかかる経費のみならず、新商品試作のための原材料の調達にかかる経費、研修の受講や資格等の取得に要した経費、専門家の活用にかかる経費なども補助対象経費となります。本事業の補助率は3分の1以内です。補助限度額は上限300万円となっておりますが、知事から承認を得た経営革新計画などに基づく取り組みである場合は、限度額が500万円引き上げられ、最大で800万円まで補助を受けることができます。募集期間ですが、第1回と第2回はご覧の時期に募集することを予定しています。詳細な募集時期については、後日ホームページに掲載いたしますのでご確認ください。なお、第3以降の募集は行わない予定ですので、ご留意いただきますようお願いいたします。申請要件についてですが、付加価値額については年率平均 3% 以上、給与支給総額については年率平均 1.5% 以上を向上するような3から5年の事業計画を策定してください。また、事業実施にあたっては、金融機関や商工団体から協力を得てください。なお、申請にあたっては、事前相談を必須としています。ホームページに事前相談シートの様式を掲載しておりますので、採択申請を行う前に事前相談シートを必ずご提出ください。また、一定の要件に該当する場合は、審査会において加点を行います。主な加点例としては、女性活躍推進法等に係る一般事業主行動計画を策定し、県に届け出ている、秋田県 SDGs パートナーとして登録を受けている場合などとなっております。提出が必要な書類や募集期間の詳細等については、ホームページをご覧いただくか、地域産業振興課、地域産業活性化チームまでお問い合わせください。次です。続けて、ものづくり革新総合支援事業、省エネ生産設備更新型について説明いたします。本事業では、生産性の向上と経営基盤の強化を促進することを目的に、生産工程における省エネルギー化、または省力化に向けた設備の更新や導入を支援します。本事業による補助の対象者は、県内に主たる事業拠点を有し、1年以上の事業実績のある製造業に取り組む中小企業者を対象としています。なお、こちらについても、みなし大企業は補助の対象となりません。本事業による補助の対象となるのは、生産工程における省エネルギー化、または省力化に向けた設備の更新等の取り組みです。なお、事務スペース等の間接部門にかかる設備や、建屋の新増改築、改修などは補助の対象となりませんのでご留意ください。その他、対象となるケース、対象とならないケースの詳細については、ホームページや募集要項をご確認ください。補助対象経費は、設備購入費、撤去費や処分費を含む工事費となっております。補助率は3分の2以内となっており、補助上限は1000万円です。補助対象期間は
交付決定日から令和7年2月末までです。なお、交付決定日は6月上旬を予定しております。募集期間は4月1日月曜日から5月10日金曜日の17時までとなっております。申請にあたっては5年間の事業計画を策定してもらいます。申請は秋田県電子申請届出サービスによる電子申請でのみ受付となっております。その他の留意事項をご説明します。1事業者につき申請は1回しかできませんが、1回の申請で複数台の更新等を申請することができます。令和5年度で本事業により補助金の交付を受けた方も申請することはできますが、審査において減点調整をさせていただきます。事業計画において給与支給総額を年率平均 1.5% 以上増加する計画を策定するなど、一定の要件に該当する場合は審査において加点を行います。申請書の作成にあたっては募集要項に記入例のほか令和5年度の審査における公表も掲載していますので、ぜひご参考いただきますようお願いします。本事業のホームページやお問い合わせ先、申し込み先はご覧のようになっております。それではヘルスケア医療機器等開発支援事業についてご説明します。国では2050年のヘルスケア産業規模が 76.5 兆円に拡大すると推定しており、県としても医療福祉ヘルスケア関連機器等の開発やヘルスケア分野の企業連携による実証等を支援しているところです。本事業は大きく分けて2つに分かれます。左側、医療福祉・ヘルスケア関連機器等の開発、こちらが開発型補助金となります。補助率が2分の1以内、補助限度額は150万円。開発例としまして、バーチャルリアリティを活用した室内運動動機付けソフトウェア、非接触型バイタルモニター等の開発例があります。右側、ヘルスケア分野の企業連携による実証等を支援しております。こちらが協業型の補助金となります。補助率3分の2以内、補助限度額500万円となります。要件としまして、令和4年度から5年度に開催したワークショップに参加し、将来の協業に向けたビジネスプランを作成済みであることを要件としております。開発型補助金、協業型補助金の共通事項について説明します。1、補助対象者。県内に事業拠点を有する中小企業者または当該中小企業者を代表とするコンソーシアムとなります。補助対象経費、人件費、物件費として車金、旅費、原材料費、機械器具費、共同研究費、外注委託費、認証取得関連費等が対象となります。補助対象期間は交付決定日から令和7年2月末日までを対象としております。応募情報の掲載場所は異なります。開発型補助金につきましてはの公募期間は令和6年4月中旬から5月中旬を予定しております。詳細は湯の国秋田ネットコンテンツ番号64466でご確認ください。協業型補助金につきましては、公募期間は令和6年4月中旬から5月中旬を予定しております。詳細につきましては、美濃国秋田ネットコンテンツ番号678835の方でご確認ください。お問い合わせ申請先となります。秋田県産業労働部地域産業振興課医療福祉産業チームの方まで電話またはメール等でご連絡いただければと思います。以上で説明を終わります。
続いて新規事業であります医療機器サプライチェーン再構築チャレンジ事業について説明いたします。本事業は人命に関わる医療機器について入手困難になる危険性を鑑み、国から大手医療機器製造メーカーに対して自社工場での一括製造をやめ、製造場所の分散、代替品の事前選定、検討、入手可能な部品原材料による開発などを行うよう指示が出ていることを機会と捉え、医療機器業界に関する専門知識と人脈を持つアドバイザーが、県内企業が大手医療機器製造メーカーのサプライチェーンに参入できるよう支援します。アドバイザーについては、大手医療機器メーカーの OB の方を想定しております。本事業による支援の対象者については、県内に、主たる事業拠点を有し、1年以上の事業実績のある中小企業者及び個人事業者を対象としています。本事業の実施期間は、令和6年5月下旬から令和7年2月28日を予定しております。企業の募集については、令和6年4月下旬から令和6年5月中旬を予定しています。企業の募集など詳細な日程については後日ホームページでお知らせいたします。本事業の事業内容は工場見学を含む訪問やオンラインによる技術等相談対応や研究製品開発支援、展示会での医療機器メーカーの招聘や PR 資料の作り方などの助言、商談に立ち会い商談がスムーズに進行するようにサポート、サプライチェーンに参入するための医療機器等に関する理解を深めるセミナーの開催などを予定しております。こちらは事業のイメージ図となります。本事業は今まで参入障壁が高かった大手医療メーカーへのサプライチェーン参入を目指し、県と大手医療機器メーカー OB などが所属する医療機器業界に関する専門知識と人脈を持つ専門機関が業務委託契約を締結し、画面右にある基本的なマッチングの流れに沿ってサプライチェーンに参入できるよう伴走支援を行います。 ISO 13485や医療機器の製造販売認可などの資格が必要と思われがちですが、部品や雑品からの参入を目指しますので、資格の有無に関わらずご参加いただければと思います。本事業の詳細につきましては地域産業振興課医療福祉産業チームにお問い合わせください。説明は以上となります。輸送機産業振興室伊藤と申します。私の方からは、輸送機関係、主にその自動車航空機を対象としているんですけれども、そちら の, その電動化に対応するため の, あの補助について3つほど事業を、お知らせしたいと存じます。はじめに研究開発支援事業ですけれども、こちら、電動化に関しての新規参入ですとか、あるいは今現在の販路の拡大のための研究開発を支援しようとするものです。で、対象者については、県内に工場など何かしらの拠点があれば対象となってきますし、企業単独でも、あるいは複数でということでも結構です。で、電動化に関しては部品だとか設備だとか、あるいは今持っている技術 の, 向上だとかという意味で電動化という視点から、まあ、手広く対象としています。で、補助対象経費も、人件費だとか、あるいはその研究開発にかかる機械だとか原材料費だとか、あるいは外注委託など手広く認めているところです。補助要件なんですけれども、かかった額の2分の1以内で、上限が250万ということで、補助の方を設定しています。募集ですけれども、4月になりましたら、4月の第1週のあたりから、ホームページなどで公開した上で、募集をさせていただこうと思っています。で、お問い合わせ先なんですけれども、今のお話ともう2つ事業あるんですけれども、どこも共通で、地域産業振興課、輸送機産業振興室の方まで、お問い合わせくださればと思います。続いて、設備導入促進事業の方を、お話申し上げます。こちらは、先ほどの研究開発と、話はちょっと被るんですけれども、今、例えば自動車の EV 化だとか、
そういったその動力のもとが、電気の方にシフトしてきていることについて、新規に参入してきたり、あるいは今のその販路の拡大というところに、支援しようとするものです。で、補助対象としては、県内にその事業拠点があって、そこにまず設備を入れるということがまず条件になってきます。で、補助対象の事業なんですけれども、これも先ほどと同じくその車なり飛行機なりのその電動化にかかる部品、あるいはその部品を作るための設備だとか、これもやや広く捉えています。何もその、純粋な EV だけでなくて、ハイブリッドだとか、プラグインハイブリッドに関わるものも対象となっています。で、補助対象経費ですけれども、主に想定しているのは、その機械装置なんですけれども、ソフトウェアなども対象としております。で、補助要件なんですけれども、まず基本的には2分の1以内の補助としています。ただし、企業の規模が一定以上大きい場合、3分の1という補助要件になることもあります。限度額は5000万円としております。で、こちら、応募にあたっては、条件がありまして、まあ、そもそも最低限1000万円以上かかるその設備導入であることと、あとそのエントリーにあたって、給与支給総額、あるいは初任給の年率、どちらもその 2% ずつ3年以上増していくという計画をお示しいただく必要があります。こちらも募集としては、同じく4月になりましたら、ホームページなどで公開して、募集を募るという、予定になってございます。問い合わせ先は先ほどと同様です。輸送機産業振興室の方までお願いしたいと思います。最後、電動化対応国際認証取得支援事業の、ご紹介申し上げます。こちらですけれども、まあ、先ほど来お話申し上げているその電動化関連で、この分野の新規参入ですとか、もともとの販路拡大ということで、自動車産業だとか、航空機産業で、国際的にその売り出していくにあたって、認証取得が条件となることがまあまあありまして、特に車関連では一部の県内企業さんでも IATF16949 などの取得をしている企業さんも参見されているところです。で、こういったその認証取得をこれから取ろうということであれば補助をしようということであります。で、補助対象事業としては4つほど、認証取得、認証制度の取得に対して、補助しようとしています。で、補助対象としてもずらずらと書いている通り、ほぼまず取得にかかる費用のまず大半のところを手広く認めようとしているところです。で、補助率ですけれども、かかった費用の3分の1以内で上限200万ということで、補助しようとしています。補修期間については、先ほど来話したその研究開発ですとかと同様に、4月の上旬になったら、補修を開始しようと思っております。説明は以上になります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは商業貿易課商業創業支援チームより令和6年度に予定している補助金についてご説明いたします。まずはじめに商業サービス産業経営革新事業費補助金省エネ設備更新枠をご説明いたします。事業概要としましては、本補助金は電力等価格高騰の影響を受けている事業者に対して、省エネルギー化または省力化に向けた設備更新導入の取り組みを支援し、中長期的な生産性向上と経営基盤強化を促進するものとなっています。対象者は秋田県内に事業拠点を有し、かつ県内で1年以上事業実績がある中小企業者となります。ただし、みなし大企業であったり、一部の業種を営んでいる方は補助対象外となります。詳細は新年度に公開予定の実施要領をご覧ください。補助対象経費は省エネルギー化または省力化に資する事業用設備の購入費、工事費が対象となります。補助率は3分の2以内、限度額は1000万円です。事業期間は補助金の交付決定日から令和7年2月28日までです。募集時期は5月上旬から6月上旬頃を予定しています。また審査における加点としまして、次の2項目のいずれかまたは両方に当てはまる取り組みと認められる場合は審査の際に加点することとしています。お問い合わせ申し込み先です。ご不明点は今後ホームページにて掲載予定の実施要領をご確認いただくか、
本問い合わせ先にご相談ください。以上で本補助金の概要の説明を終わります。続きまして、地域商業・サービス業等振興事業についてご説明いたします。事業概要ですが、本補助金はエネルギー等価格高騰の影響を受けている県内中小企業者の負担軽減を図るとともに、県民生活への支援につなげるため、中小企業者の団体等が実施する消費喚起等の活動に対し助成するものとなっています。補助対象者は商店街団体、または同業種団体に該当する団体とします。補助対象事業は県内で実施する事業であり、次の括弧1から括弧3にある通り、値引き事業、集客事業、省エネ設備更新事業に該当する事業とします。ただし、括弧3の省エネ設備更新事業は、括弧1の値引き事業、または括弧2の集客事業と合わせて実施する必要があります。補助対象経費は3でご紹介した補助対象事業の実施にかかる経費で、例えばプレミアム商品券上乗せ分の費用、委託費、広告宣伝費等が対象となります。補助率は10分の10以内、限度額は1団体あたり200万から500万円です。なお、限度額は団体の構成事業者数によって異なってきます。事業期間は補助金の交付決定から令和7年1月31日までです。ただし、令和6年5月31日までに申請した場合、令和6年2月1日から3月31日の期間を補助対象期間に加えることができます。補修期間は令和6年4月1日から11月29日です。問い合わせ先、申し込み先は、秋田県中小企業団体中央会にて受け付けております。以上で説明を終わります。はい。続きまして、商業貿易課貿易流通チームより、秋田の運ぶを未来につなげる事業の説明をさせていただきたいと思います。物流につきましては、社会活動を支える重要なインフラですが、慢性的なドライバー不足に加え、2024年問題によるドライバーの労働時間の制限により、これまで通りの物流体制を維持できなることが、危惧されております。国の資料によると、その影響を一番受けるのが秋田県となっていることから、本県における持続可能な物流体制の構築に向けた取り組みへの支援を行うものでございます。当該事業では、物流への効率化やモーダルシフトの取り組み、人材確保の取り組み等、多面的な支援を実施いたします。まずは、それぞれの事業の概要、補助対象等を説明させていただき、事業期間や募集などの共通項目については、最後にまとめて説明させていただきます。まずはじめに物流効率化等支援事業についてご説明いたします。物流課題の解決には、物流事業者だけでなく荷主企業の理解や協力が必要不可欠と考えております。またサプライチェーンにはさまざまな関係者が複雑に関わっていることから複数事業者による協業というものが重要と考えております。そのことを踏まえまして、1事業概要、複数事業者による共同配送等の実施、荷役機械やシステム導入等、物流の効率化に資する取り組みに助成いたします。2、補助対象者、県内に事業者を有する物流事業者、荷主企業、および、複数事業者のグループ。3、補助対象経費、ドライバーの労働時間削減、手荷役等の負担軽減、積載率向上等に資する取り組みにかかる経費、例えば、計画策定費ですとか、倉庫使用料、荷役機械の導入費、車両管理システムの導入等を、想定しております。4の、補助率補助金の上限ですが、2つの区分を設けておりまして、1つ目が実証的な取り組み、こちらは多くの課題を抱えており、トライ&エラーを繰り返しながら課題を克服したり、次のステップへ進むための課題の洗い出しや整理を行うもので、実装化に向けた取り組みを想定しております。続きまして、実装的な取り組みですが、こちらは即効性があり、取り組みによって相応の成果が期待できるもので、取り組みにあたってのシステムや設備導入等を想定しております。
次にモーダルシフト推進モデル事業についてご説明いたします。1の事業概要ですが、トラック輸送から鉄道、船舶輸送への転換を推進するため、ロールモデルとなる取り組みを支援するものでございます。2の補助対象者ですが、こちらは県内に事業者を要する荷主企業。3、補助対象経費ですが、トラック輸送による陸上輸送から鉄道または海上輸送に転換する取り組みにかかる経費を考えておりまして、例えば計画策定費ですとか輸送費のかかり増し分、倉庫使用量、生産体制の変更に要する経費等を想定してございます。4の補助率補助金につきましては記載の通りでございます。続きましてトラック人材確保推進事業についてご説明いたします。1の事業概要ですが、物流事業者が実施する女性や新卒者の働きやすい環境整備の取り組みを支援するものです。2の補助対象者ですが、県内に事業所を有する物流事業者。3、補助対象経費ですが、女性更衣室や託児スペースの設置、新卒者のキャリアプラン作成、また、社内研修にかかる経費を想定しております。補助率補助金の額は、記載の通りでございます。冒頭で説明した通り、各事業の共通項目について説明いたします。5の、事業期間ですが、補助金の交付決定日から令和7年2月28日まで、6の提出処理ですが記載の通りでございます。募集期間ですが、令和6年4月上旬頃を予定しております。なお、事前相談を、必須と考えておりますので、計画作りからお手伝いさせていただきたいと思っております。申し込み問い合わせ先は、記載の通りでございます。物流事業者の皆さんはもちろんですけれども、荷主の皆様にぜひ自分ごととして考えていただき、些細なことでも構いませんので取り組んでいただきたいと思っております。また複数事業者による取り組みについてもぜひご検討いただきたいと思います。私から以上です。続いて、海外展開支援事業について説明させていただきますが、時間押しておりますので、端折って説明させていただきます。一番の事業概要としましては、県内の中小企業の海外展開活動を支援する補助金というふうになっておりまして、大きい2番の補助対象者としまして、県内に事務所または事業所がある企業のうち、海外への販路開拓等を目的に海外展開事業を行うものであることというふうにしております。3番補助対象事業、4番補助対象経費としまして記載の通りとしておりますが、詳しいところに関しましては、4月以降県のホームページ美の国秋田ネットですとか、県内各地の商工会議所商工会等を通じてお知らせしたいと思いますのでご確認ください。5番の補助率補助金の額につきましては、補助率2分の1以内、限度額80万円としておりまして、6番の事業期間につきましては、補助金の交付決定日から年度末、令和7年3月末までとしております。7番の提出書類も記載の通りとしておりますが、詳しいところにつきましては4月以降の周知で確認してください。8番募集時期につきましては、令和6年の5月頃を予定しております。商業貿易課最後、海外展開はじめの一歩応援事業について説明させていただきます。1番の事業概要につきましては、中小企業者等が新たな国地域での需要の獲得に向けた海外、展開戦略を策定する際に要する経費の一部を補助し、海外市場の開拓や、販路の拡大を支援するということを目的としております。2番の補助対象者ですが、基本的に先ほど説明させていただきました海外展開支援事業補助金と同じなんですが、そのうちですね、輸入及び訪日外国人観光客の誘致を除く海外展開の実績がなく、かつ直近2か年において海外展開支援事業補助金の交付を受けていないものということで、完全に海外展開に関して初心者であるものを対象としております。
3番の補助対象事業、4番の補助要件につきまして、記載の通りとしておりますが、こちらも4月以降、県のホームページや、各地域の商工会議所等を通じてお知らせしますので、詳しい部分につきましては、そちらでご確認いただくようにお願いします。5番の補助対象経費につきましては、記載の通りです。6番の補助率、補助金の額ですが、補助率を3分の2以内、限度額を80万円としております。7番の事業期間は、先ほどの補助金と同様、年度末、令和7年3月末までとしておりまして、提出書類も先ほどの補助金と同じとなっております。9番の募集時期ですが、現在、令和6年5月から6月頃を予定しておりまして、予算が余っていれば再募集ということもあるかと思います。詳しいところにつきましては、10番に記載している連絡先、商業貿易課貿易流通チームまでお問い合わせください。以上、商業貿易課からの説明を終わります。それでは産業集積課より、秋田企業立地促進助成事業と羽ばたく中小企業投資事業を中心にご説明いたします。まず、秋田企業立地促進助成事業補助金についてご説明いたします。この補助金は、県内への工場等の立地や、県内企業の拡大を図る設備投資に対し支援するものでございます。対象経費は、投下固定資産のうち、建物や付属設備、機械装置、設備や機械装置に付属するソフトウェア等となり、固定資産台帳に搭載する資産であれば、工場建屋やその構築物、新たに導入する機械装置のほか、省エネ設備や福利厚生施設等も補助対象となります。次に説明する羽ばたく中小企業投資促進事業においても、対象経費は同様ですが、投資額と新規常用雇用者数で要件が異なるほか、補助上限額が異なっております。この秋田企業立地促進助成事業においては、補助要件は土地代を除く固定資産投資額が3億円以上、新規常用雇用者数が10人以上となります。補助上限額は5億円ですが、県内にすでに立地されている企業様の拡張の場合には3億円となります。次に、羽ばたく中小企業投資促進事業においては、固定資産投資額が1億円以上、3億円未満、新規常用雇用者数は5人以上となります。補助上限額は3000万円となります。また、羽ばたく中小企業投資促進事業においては、秋田企業立地促進助成事業の対象業種に加えて、運送業等の流通関連型企業が対象となります。なお、新規常用雇用者数については、賃上げした場合や、研究開発型企業の場合、後で簡単に説明いたします、本社機能等移転促進事業を併用した場合、こういった場合に緩和措置があります。補助率は、両補助金とも 10% となりますが、各種要件を達成することで 5% ずつ加算される仕組みとなっております。このうち、秋田企業立地促進助成事業、羽ばたく中小企業投資促進事業で共通する、地域未来投資促進法に基づく基本計画に定めた業種については、電子部品デバイス関連産業、輸送機関連産業、医療福祉関連産業、林業木材産業、食品製造業等が対象となっております。また、秋田企業立地促進助成事業には、県内拠点への集約に対する支援もあるほか、県外から県内への本店移転を支援する本社機能等移転促進事業もございます。いずれの補助金も着手前に申請していただき、審査会による審査の上、指定または認定を受けていただく必要がございます。審査会は例年、年4回開催しておりますが、企業様からの申請状況に基づき開催しておりますので、工場等の新設や増設、県外からの集約や本店の移転を検討されている企業様におかれましては、事前に産業集積課までご相談くださいますようお願いいたします。
以上が産業集積課からの説明となります。よろしくお願いいたします。それでは続きまして、クリーンエネルギー産業振興課から、当課で実施しております、補助金の概要について説明させていただきます。クリーンエネルギー産業振興課では、環境リサイクル事業やエネルギー事業を行う企業の設備投資などに対しまして、お示ししております3つの補助事業を実施しております。はじめに、秋田企業立地促進助成事業について説明いたします。こちらは、環境エネルギー型企業、資源素材型企業が工場等新増設する際にかかる費用について補助するものでございます。で、環境エネルギー型企業の具体例、スライドに示しておりますけれども、丸1が廃棄物等のリサイクルを行う企業、丸2がいわゆるフィット制度にかからない電気業、LNG にかかるガス業、3が風力太陽光発電など新エネルギー関連事業を営む企業となっております。また、資源素材型企業は、鉄鋼業や非鉄金属製造業など金属そのものを製造する企業になります。で、補助要件2つございます。新増設にかかる投下固定資産額が土地の取得費用を除いて3億円以上であること。であとは、10人以上の新規雇用が、認定申請日から創業開始日以降1年以内にあることになります。補助率なんですけれども、100億円までが 15%、100億円超過した分につきましては 10% になります。で、限度額5億円ですけれども、既存立地企業の場合は3億円となります。で、加算要件により、最大補助率が 40%、最大限度額が40億円となります。続きまして、羽ばたく中小企業促進、投資促進事業について説明いたします。補助対象となる事業及び業種につきましては、先ほど説明しました、秋田企業立地促進助成事業と同じになりますけれども、補助要件につきましては、投下固定資産額のが、土地の取得費用を除きまして1億円以上3億円未満、そして、新規乗用雇用者につきましては5人以上と比較的中規模な事業が対象となります。で、補助率につきましては基本的には 15% ですけれども、加算要件により補助率が最大 40% となります。また、限度額につきましては3000万円となります。で、以上の2つの補助金の手続きの流れですけれども、指定申請の後に書類やプレゼンテーションによる審査会を行います。で、事業着手につきましては、指定申請を行っていただいた後であれば可能になります。で、これらの補助金につきましては、複数年度にわたる事業であっても申請可能になります。で、補助金の申請につきましては随時受け付けておりますので、事業計画が固まりましたら、クリーンエネルギー産業振興課までご相談いただければと思います。続きまして、環境調和型産業集積支援事業につきまして説明させていただきます。この事業ですけれども、県内で発生する産業廃棄物を原料としたリサイクル事業について支援するもので、お示しの表の通り、補助メニューが5つございます。で、補助額ですとか、補助率や限度額につきましても表の通りで、こちらにつきましては先ほど説明した2つの補助金と違いまして、新規雇用者数の条件はございません。今年度の募集期間なんですけれども、4月1日から5月31日までを予定しております。で、こちらにつきましては、県のホームページやリーフレットでも別途お知らせをする予定でございます。手続きの流れについてですけれども、募集期間内に事業認定の申請をしていただきまして、その後、審査会において書類審査ですとかプレゼンテーションの審査を受けていただきます。その結果採択されますと、交付決定の後に事業の着手が可能となります。ただし、事業認定の申請時にですね、事前着手届出書を提出していただいた場合は、交付決定前に事業着手することができます。で、本補助金につきましては、単年度事業を対象としておりますので、年度末までに事業完了の上、完了検査を受ける必要があります。また、検査合格後に補助金振込となりますので、ご留意いただければと思います。こちらの方も詳細の、手引きですとか、申請様式につきましては、県のホームページに載っておりますので、ぜひご確認いただきまして、新事業計画がたまりましたら、当課の方までご相談いただければと思いますので、よろしくお願いします。以上でクリーンエネルギー産業振興課からの説明を終わります。
雇用労働政策課からは、まず職業能力開発支援事業についてご説明いたします。こちらの事業は、鷹巣、秋田、大曲の各技術専門校において、企業様の人材育成や生産性向上の支援を目的に短期間の講習を実施するものです。令和6年度の計画コース数は合計107コースです。受講対象者は、県内に事務所、事業所を有する企業の在職者の方になります。講習のほとんどが2日間の開催になりますが、資格系コースの一部に関しては、規定時間の関係上3日間で設定しているものもあります。受講料は全コース無料です。ただし、テキスト代などの実費についてはご負担いただくことになりますので、ご了承ください。また、各技術専門校で計画しているコースのほか、一定数の受講者がいらっしゃる場合には、ご要望に応じてオーダーメイド型のコースを設定することも可能です。詳細については、各技術専門校へお問い合わせください。次に、令和6年度に計画している講習メニューの一例をご紹介いたします。画像が見づらく申し訳ございません。ご覧のように、技能講習や特別教育など、資格取得のための講習、技能の追加習得や資格試験対策のための講習、ICT スキルの習得やデジタル技術関連の講習など、全107コースを設定しております。ご覧のコースの他にも、特別教育では、足場の組み立て等の特別教育、資格取得対策では JIS の溶接技能者評価試験準備講習なども計画しております。令和6年度は企業の DX 推進への支援として新たに生成 AI やセキュリティ関連講習を計画しましたので、ぜひご活用ください。受講の申し込みは各技術専門校で令和6年4月4日木曜日より受付を開始いたします。実施するコースに関しては、雇用労働政策課ホームページや各技術専門校ホームページで公開しておりますが、受付開始は4月4日になりますので、ご注意ください。なお、現在、職業訓練のポータルサイトを立ち上げ準備中です。在職者訓練においては、絞り込み検索など新たな機能により利便性が向上する予定ですので、ぜひご活用ください。ご不明な点などございましたら、制度等については秋田県産業労働部雇用労働政策課へ、講習の内容、お申し込みに関しては、鷹巣、秋田、大曲の各技術専門校へお問い合わせください。お申し込みお待ちしております。ありがとうございました。次に人材投資促進事業についてご説明いたします。人材投資促進事業では、従業員の資格取得やスキルアップに向けた研修、非正規雇用者の処遇改善などに取り組む企業を支援するため、企業内研修実施への支援と、若年女性及び就職氷河期世代の正規雇用化への支援、こちらの2つのメニューを実施します。1つ目の企業内研修実施への支援ですが、こちらは令和5年度、今年度からの継続実施となります。内容は、労働局の人材開発支援助成金を活用して、企業内研修を実施する場合に上乗せして奨励金を支給するものになります。人材開発支援助成金には様々なコースがありますが、今回の奨励金の対象となるのは、人材育成支援コースのうち、人材育成訓練としています。支給額は人材開発支援助成金の支給決定額の2分の1で、上限額は10万円としています。2つ目の若年女性及び就職氷河期世代の正規雇用化への支援についてですが、こちらは令和3年度から
継続実施しております。就職氷河期世代の正規雇用化への支援に、令和6年度は新たに若年女性を対象に加えて実施します。内容は、非正規雇用で働く若年女性や、就職氷河期世代の方を正規雇用へ転換し、労働局のキャリアアップ助成金、正社員化コース、または障害者正社員化コースの支給決定を受けた場合に、上乗せして奨励金を支給するものになります。この奨励金では、若年女性を令和6年4月1日時点で35歳未満の女性の方、就職氷河期世代を令和6年4月1日時点で36歳以上、56歳以下の方とします。また、支給額は有期雇用から正規雇用への転換の場合は1人当たり10万円、無期雇用から正規雇用への転換の場合は1人当たり5万円としています。以上が人材投資促進事業の支援メニューとなります。事業開始は4月からを予定しておりますが、時期が後ろにずれる可能性がございます。実施要領、Q&A など詳しい内容が決まりましたら、県公式サイト、美濃国秋田ネットで情報を発信しますので、4月以降ご確認いただければと思います。人材投資促進事業の説明は以上です。それでは次に魅力的な職場づくりステップアップ事業についてご説明いたします。本事業の目的は若年者等が働きやすい職場環境づくりを、失礼いたしました。本事業の目的は若年者等が働きやすい職場環境づくりを促進するため、人材育成や多様な勤務形態の導入等に向けた取り組みを支援することでございます。こちらの事業は令和5年度から の継続事業となっております。事業概要といたしましては、まずはじめに、魅力的な職場環境づくりに向けた実践講座の開催を全4回実施いたします。具体的な内容といたしましては、自社の現状分析や課題整理、人材育成、多様な勤務形態の導入、魅力的な職場環境づくりに向けた計画策定等になります。次に専門家による伴走支援ということでございます。こちらは社会保険労務士や人材開発等の専門家などを想定しております。次に、取り組み事例の横展開というふうにありますが、実践企業の、取り組み成果を横展開するために、年度の、最終、2月とか3月あたりに取り組み報告会の開催をいたします。続きまして、若手従業員による異業種交流会の開催、全3回でございます。こちらは、若手従業員を対象といたしまして、講演会やワークショップの開催を、県内3ブロック、県北中央、県南で開催いたします。こちらのワークショップから出た若手従業員からの、アンケート調査に、基づくご意見については、一番最初の実践講座にフィードバックさせていただくことになっております。続きまして、取り組み企業の事例紹介記事、ガイドブックの作成についてであります。こちらは令和5年度実践講座参加企業が15社あるんですけれども、こちらのうちの数社の、顕著な取り組み の事例紹介を、インタビュー形式で行いまして、その内容をガイドブックにするものでございます。紙ベースではなく、ウェブサイトでの、掲載となりますので、データとして掲載することを予定しております。実践講座からここまでの部分が、委託業務として実施するものであります。次に、職場環境整備への支援ということで、これは補助金になります。補助対象
社、補助対象は県内企業等でございまして、約10社程度を想定しております。対象経費といたしましては、社内制度の導入、整備に向けた企業内研修や外部専門家、こちらの方は人材開発の専門家などによるコンサルティング経費などを想定してございます。補助率は2分の1でございまして、限度額は各、1件につき30万円を限度額としております。こちらの方の予算ですが、300万円の予算でございまして、予算が、なくなり次第終了となります。魅力的な職場づくりステップアップ支援事業につきましては、内容につきましては、年度始まりましたら、なるべく早めに、美の国秋田ネットの方でご紹介させていただきます。説明は以上でございます。私の方からは中核人材育成支援事業についてご説明をいたします。高校生の県内就職率が 70% を超える水準で推移する中で、進学者の約6割を占める大学生の県内定着回帰が大きな課題となっております。そのため本事業では大学卒業者等ビジネスの高度化や新たな付加価値の創出を担う中核人材として育成する企業の取り組みを支援いたします。本事業により補助の対象となるのは、大学卒業者等を対象に企業が実施する高度な研修や資格取得支援等の取り組みになります。大学卒業者等とは、大学、大学院、高等専門学校の専攻科の卒業者で、原則入社後5年以内の35歳未満の のことを指します。主要な勤務地を秋田県内に定めて雇用され、かつ県内事業所等で就労している大学卒業者等を対象に実施する研修費用や資格取得費用を補助いたします。本事業による補助の対象者についてですが、県内に事業拠点を有し、製造業、商業、サービス業、情報関連事業を営む事業者を対象としています。したがって県外に本社がある場合でも、県内に事業所がある場合には対象となります。補助対象経費につきましては、スライドにある通り、一つ目が新事業創出や海外展開、研究開発などに資する研修及び資格取得に要する経費で、もう一つとして研修等期間中の人件費相当額、こちらの2点を対象としております。なお本補助金を活用するにあたりまして、想定するキャリアパスとその実現のために行う人材育成の取り組みを記載した中核人材育成計画というものを県へ提出いただくことを想定しております。各企業の皆様が採用した大学卒業者等を中核人材にいかに育成するか、その計画をお示しいただいた上で、その計画に基づいた高度な研修や資格取得支援に対して補助を行います。そのためスライド右側に例を示しておりますが、例えば国内外企業での先端技術研修や大学等での特別履修等を想定しておりまして、新入社員向けのビジネスマナー研修ですとか、全社員が一様に受ける研修等は対象とならず、あくまでも中核人材として育成するための費用に対して、補助を行うものであることにご留意願います。本事業の補助率は4分の3で、補助限度額は1社200万円までとしております。また補助期間は交付決定の日から令和7年2月28日までです。募集期間ですが、4月下旬からを予定しておりますが、時期が後ろにずれる可能性がございます。実施要領、Q&A など詳しい内容が決まりましたら、美の国秋田ネットで情報発信いたしますので、4月以降チェックいただきたいと思います。以上で雇用労働政策課の説明を終了いたします。ありがとうございました。移住定住促進課からは、新しい奨学金制度である秋田企業連携型奨学金返還助成制度について説明させていただきます。こちらの事業の目的としましては、官民挙げて大卒者のさらなる県内定着回帰を促進するために、企業様と連携して新たな奨学金返還助成制度を創設するものでございます。対象者としましては、大卒者等
とさせていただきまして、その大卒者につきましては大学大学院高等専門学校を卒業したものもしくはこちらと同等と、想定されるものでありまして、なおかつ県内企業等に正規雇用されたものを対象としております。対象となる企業様につきましては大卒者等へ奨学金返還助成について県と連携して所定の負担をしていただける企業様、加えて県内本社企業または主たる勤務地を県内に定めて雇用する県外本社企業様となっております。で、ですね、例えば、次の要件を満たす、企業様を対象外とさせていただく例を、記載しておりますが、過去3年間の大卒者の平均採用人数が20人以上であり、かつ過去3年間の大卒者の平均採用者数が採用予定数を満たしている企業は対象外とさせていただきたいと思います。具体的には3年間の平均で30人以上採用していたとしても採用予定数を満たしていなかった場合は、企業様こちらの制度に参加することが可能でございます。一方で20人以上採用していない会社様につきましては当然こちらの制度に対象となりますので、そちらの点をご注意いただきたいと思います。で、次に対象となる奨学金につきましては、返済義務のある奨学金すべてを対象としております。秋田県育英会で実施している奨学金返還助成制度や奨学金制度や、学生支援機構、日本学生支援機構で実施している奨学金制度はもちろんですけれども、県内市町村で実施している奨学金制度、あと他県様で実施している奨学金制度につきましても対象となります。一方で給付型ですとか免除型の奨学金あるいは学資ローンなどは対象外となりますのでご注意願います。で、支援額につきましては最大120万円となっておりまして、20万円を6年間にかけて支援するという支援額になっております。で、最後に県負担割合につきましては、中小企業様につきましては、県の負担割合が3分の2、最大80万円。で、大企業様につきましては、県の負担割合が2分の1。で、特定企業様につきましては、県の負担割合が4分の1となっております。で、残りの割合を企業様で負担していただくことになっております。で、補足ですけども、特定企業というのは、中小企業、大企業、のうち原則3年間の大卒採用者数が平均20人以上の企業様を指します。で、次にスケジュールの説明をさせていただきます。こちらのスケジュールは令和7年4月採用の方のスケジュールを示したものでございまして、今現在企業様の登録申し込みを受け付けております。昨日から受付を開始しております。で、5月頃を目安に登録企業様を取りまとめまして、県のおっちゃけですとか、美濃国秋田ネットの方で情報を公開したいと思います。で、そして採用する学生、大学4年生が10月頃になりますと内定を出すことになると思いますので、そちらのタイミングで内定状況報告を県の方にしていただきたいと思います。そして翌年、令和7年4月になりましたら、内定出した方が入社することになりますので、このタイミングで県へ採用実績報告を出していただきまして、これをもって県の方で認定通知の方を個人、採用された方に出したいと思っております。で、翌、令和7年10月から奨学金の返還が実際学生様、おそらく多くの方が始まりまして、翌年の9月までを1年間の区切りとしまして、令和8年度に交付決定ということで、学生様本人にお金を支払う流れを想定しております。こちらの事業につきまして、ご不明点や、詳しい説明を求める場合は、秋田県の移住定住促進課までご連絡いただければですね、制度の説明を、させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。どこからの説明は以上となります。それでは温暖化対策課からは、我が社の脱炭素経営促進事業費補助金についてご説明をいたします。事業内容の説明に入る前に、本事業を新設した背景についてご説明いたします。近年、円安や世界情勢などの影響を受けまして、電気代や燃料費といったエネルギーコストの高騰が続いております。また、2028年に予定されている炭素賦課金の導入をはじめ、日本におけるカーボンプライシングの本格的な導入化が間近となっておりまして、今後、サプライチェーン全体で脱炭素化に向かう動きが加速し、取引先などから事業活動の脱炭素化を求められる事例が増加することが予想されております。そのため、今後の事業コストの増加や相対的な競争力の低下を回避するためにも、
今のうちから脱炭素経営の転換に着手することが肝要となりますが、具体的に何にどのように取り組めばいいか悩まれている事業者の方が多いかと思われます。そこで脱炭素経営の第一歩としましては、脱炭素化に関する基礎知識の習得と事業活動における自社の二酸化炭素排出量等の現状把握が必要不可欠であり、県内事業者の皆様にもまずはこれらに取り組んでいただきたいと考えております。そこで県内の中小事業者による脱炭素経営の基本的なステップである基礎知識の習得と現状把握の取り組みを助成し、県内における脱炭素化の動きを促すことが本事業の目的となっております。本事業の補助対象者は県内に主たる事業拠点を有し、秋田ゼロカーボンアクション宣言登録事業者である中小事業者とします。なお、みなし大企業は補助の対象とはなりません。また、秋田ゼロカーボンアクション宣言についてですが、こちらは脱炭素化につながる自社の取り組みを宣言いただいた事業者を県が登録する制度となっております。この制度の詳細につきましては、美濃国秋田ネットにおいて公開しておりますので、ご覧いただければと思います。そして、本事業により補助の対象となる取り組みは2つございます。一つは二酸化炭素排出量可視化サービスを導入また利用する取り組みです。こちらは可視化サービスの月額利用料の実費を助成するものとなっております。ただし1月あたり1万円を限度とし、1社あたり最大6万円を上限としております。2つ目の取り組みは脱炭素関連資格の取得に要した経費を中小事業者が負担する取り組みとなっております。こちらは環境省が認定する脱炭素アドバイザー資格を従業員等が取得した際に要した経費について、申請者が負担する取り組みに対して助成を行うものです。対象となる経費は受験料や登録料のほか、受験や登録に際して必須要件となっている場合に限り、講座やセミナーの受講料、そして教材費も対象といたします。こちらの上限は1社あたり最大2万円で、申請可能な資格の種類と人数につきましては、1人当たり1種類、そして1社当たり2人までとなっております。なお、ただいまご説明いたしました2つの取り組み、こちらにつきましては、重複で申請が可能となっております。こちらの補助事業の募集期間は、4月上旬からの追試受付を予定しております。ただし、応募多数の場合は早めに受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承いただければと思います。そして、提出書類等につきましては、所定の様式を後日、美濃国秋田ネットで公開することを予定しております。今後、提出が必要な書類や、募集期間等の詳細につきましては、7月以降に予定しております美濃国秋田ネットでの公開したものをご覧いただくか、もしくは温暖化対策課調整省エネルギーチームの電話番号等へお問い合わせをお願いいたします。こちらの説明は以上になります。ここからは秋田企業活性化センターからご説明いたします。はじめに秋田中小企業未来応援ファンド事業についてご説明します。はじめに本事業の目的ですが、本事業では秋田県内の大学、工業高等専門学校、または公設試験研究機関との共同研究による新商品や新技術の開発を助成します。次に助成対象者について説明します。本事業の対象は、秋田県内に主たる事務所、事業所を有する中小企業者、NPO 法人、有限責任事業組合、中小企業者として創業する方です。この方々を以降、中小企業者等と呼びます。事業は中小企業者等の主たる事業所の所在地によって、2つの区分に分けられておりまして、秋田市に主たる事業所を有する場合は、高度技術産業集積地域型、秋田市以外に主たる事業所を有する場合は、一般地域型となります。区分によって助成率と上限額が異なります。この後の補助要件でご説明いたします。次に助成対象事業ですが、
高度技術または新製品の開発や、高度技術を利用した製品の高付加価値化、生産工程の合理化、地域資源の開発等のために、県内大学、工業高等専門学校または公設試験研究機関と連携して研究開発を行う事業が対象となります。こちらについて、事業対象に合致するか否かは、事前相談時にヒアリングさせていただきます。助成対象経費については、原材料及び福祉財費をはじめ、機械装置費や外注加工費など、幅広い経費を対象としています。いずれも研究開発のみに用いるものが対象となり、事業で取得する物品は量産には転用できませんのでご留意ください。技術導入費につきましては、大学等の共同研究先に支払う共同研究費などが該当します。予定している経費については、事前相談時にヒアリングさせていただきます。次に助成要件について、事業期間は最長1年です。助成率限度額は区分によって異なり、高度地域型は助成率4分の3以内、限度額300万円以内、一般地域型は助成率3分の2以内、限度額250万円以内です。次に募集期間ですが、令和6年6月頃を予定しております。決定次第、当センターのウェブサイト等でお知らせいたします。事前相談として面談が必須条件となっておりまして、事前相談の実施期間は募集締め切りの2週間前までを予定しております。その他留意事項としましては、助成金は一部を除き、生産払い、後払いが原則です。助成事業完了までの資金調達が必要となります。また、対象となる経費は、事業実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、交付決定通知に記載する助成事業実施期間内に発注、購入、納品、請求及び支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費に限ります。助成対象経費は研究開発にかかる経費のみです。量産、営業活動にかかる経費や人件費、研究開発以外にかかる設備の取得費、汎用性のある事務用品代等は助成対象にはなりません。機械装置または工具器具は事業計画に必要不可欠なものに限ります。生産目的の使用となる場合は全て対象外となります。また、助成金で導入した機械装置等で製造した物品の販売は現金です。外注加工費及び委託費に対応する助成金の合計額は、助成金額の2分の1までとなっております。このような留意事項がございますので、事前相談時に計画している経費についてヒアリングさせております。ヒアリングさせていただきます。当センターホームページには、現時点では令和5年度の内容なんですが、常時公開しておりますので、そちらもご覧ください。最後にお問い合わせ先です。秋田企業活性化センター、設備研究推進課、ファンド担当までお問い合わせください。続きまして、秋田農商工応援ファンド事業について説明いたします。本事業の目的は、中小企業者と農林漁業者との連携体が取り組む商品開発や販路開拓、複数の連携体が取り組む販路開拓等に対して支援を行うことにより、本県の県内事業者の育成や食品産業の振興を図ることです。助成対象者について説明します。本事業には2つの事業区分があり、1つ目が農商工連携支援事業で、中小企業者等と農林漁業者との連携体が対象です。2つ目が農商工連携応援団体支援事業で、中小企業者等と農林漁業者との連携体を支援する事業を行う団体が対象です。次に助成対象事業ですが、1番から新たに取り組む商品の開発や改良、
開発や改良した商品の販路開拓、県産農林水畜産物の高品質化やブランド化、安定供給のための取り組み、商品開発と合わせた衛生管理の改善、農業生産工程管理、産業財産権等の取得、県産農林水畜産物を活用したメニュー提供等の新たなサービス事業の展開、6番目として1から5に付随する告知媒体等を活用した PR や周知活動、7番目として1から5に付随するマーケティング等の必要な調査があります。助成対象経費については試作費をはじめ旅費や広告費、展示会等出展料など幅広い経費を対象としています。試作や展示用サンプルにかかる経費が対象で、量産や販売商品にかかる費用は対象外となります。また委託費は全事業費の6割以内と定めています。事前相談にて予定している経費についてヒアリングさせていただきます。次に助成率、助成金の額、事業期間について、いずれの区分も助成期間は最長2年、助成限度額は1年目もしくは単年度100万円以内、2年目は1年目の実績額の2分の1以内です。助成率は事業区分や条件で異なります。農商工連携支援事業では通常2分の1以内、優遇条件を満たす場合は3分の2以内です。応援団体支援事業は通常3分の2以内、優遇条件を満たす場合は10分の10以内となります。助成率の優遇条件は大きく分けて2点ございます。1つ目は開発商品の販路が確定している場合です。開発する商品が完成した際の具体的な売り先が決まっていることを申請時に書面でご提出いただきます。2つ目は秋田県総合食品研究センターのオリジナル技術や秋田県農業試験場が開発したオリジナル品種等を活用する場合です。総合食品研究センターが開発した技術としては、秋田雪国酵母や白神小玉酵母、雨麹や純菜エキスなどがあります。また秋田県のオリジナル品種は枝豆やスイカ、米など多数あり、秋田県のウェブサイトに一覧がありますのでご確認ください。優遇条件に合致するかについては事前相談時にご相談ください。次に募集期間について、現在のところ申請書受付期間を4月下旬頃から1ヶ月程度の予定としております。決まり次第当センターホームページ等でお知らせします。事前相談の面談が必須条件となっていまして、事前相談実施期間は募集締め切りの2週間前までを予定しております。ご申請をお考えの際はお早めにご連絡いただくようお願いいたします。その他留意事項については、先ほどの未来応援ファンドと同様となります。最後にお問い合わせ先です。秋田企業活性化センター設備研究推進課ファンド担当までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。それでは機械類貸与事業についてご説明いたします。本事業では、中小企業者の皆様が設備投資をご希望された際に、当センターが設備販売業者からご希望の設備を購入し、中小企業者様にリースまたはカップ販売を行っております。設備代金は当センターから直接設備販売業者にお支払いいたします。中小企業者様は、導入した設備の代金分を当センターに対して、リース料またはカップ料にて分割でお支払いいただく流れになります。本事業の特徴は、長期固定金利のため、金利上昇によって負担が増える心配がないことや、審査にあたっては今までの財務内容は加味しますが、これからの事業計画や設備投資効果をより重視して審査を行います。
本事業の対象者は、創業された方、中小企業者様、製造業、商業、またはサービス業に属する事業を営む中小企業者団体様です。対象設備の要件は、秋田県内に設置する設備であること、申請される方の管理下に置かれて使用される設備であること、設備価格の合計額が100万円以上、1億円以下であることです。なお、土地及び建物や建物と一体となる設備、物品賃貸業における賃貸用の設備や中古設備は対象外とさせていただいております。対象設備の具体例を申し上げますと、マシニングセンター等の工作機械、製菓用の食品加工機械、販売管理システムなどのソフトウェア、その他にもホイールローダーや介護ベッドも対象としております。次に契約の概要についてですが、まずカップ契約については、期間は7年以内としておりますが、高額な設備の場合は最長10年まで期間を延長することも可能です。返済は口座振り替えによる半年ごとの償還です。保証金として設備の合計額の 10% をいただいておりますが、こちらは最終償還金と相殺されます。損害保険、固定資産税については、どちらも企業者様側に付保や申告及び税負担をしていただきます。返済終了後、所有権は企業者様側に移転いたします。次にリース契約についてです。リース期間は3年から7年です。返済方法は口座振り替えによる毎月払いです。保証金はいただいておりません。損害保険、固定資産税については、どちらもセンターが付保し、申告及び負担をしますが、こちらはリース料に転嫁されます。返済終了後は原則設備を当センターに返還していただきますが、再リースとして1年間の契約更新が可能です。その際は年額リース料として、当初リース契約における月額リース料1ヶ月分をいただいております。カップ契約、リース契約どちらも原則代表者1名を連帯保証人として徴求させていただいております。こちらは経営者保証に関するガイドラインにのっとって判断いたします。各種両立について、基準の両立はご覧の通りですが、企業者様の、財務内容等について、等によって若干変動いたします。また、小規模企業者様や創業者様、特別利率の対象要件を満たす企業者様については、両立を引き下げる制度もございます。その他ご留意いただきたい点としましては、ご申請は随時受け付けておりますので、企業者様のタイミングでご相談いただければと思います。なお、申請から貸与の決定までは1ヶ月ほどお時間をいただきますので、余裕を持ってご申請いただければ幸いです。審査会では当センター職員が申請企業者様に代わってプレゼンを行いますので、審査会当日のご負担はありません。なお、設備の導入後の利用状況及び効果等を調査するために、年に一度簡単なアンケートへの回答をお願いしております。ご申請にあたって、制度の詳細や導入したい設備が対象か否か、返済シミュレーションが知りたい等のご要望、ご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にお声掛けください。お問い合わせは当センター設備対応担当までお電話ください。はい、では知的財産有効活用事業、知的財産に関する課題の解決を支援ということでこちらのご紹介をさせていただきます。知的財産権の一つである商標ですが、近年ではこちらの図のように商談の場においてクライアント側、バイヤー側から他社の権利の侵害はしていないか、あるいは登録しているかについて確認を求められるケースが増えてきています。取り扱う側にとってもリスクマネジメントの視点から欠かせないポイントとなってきています。他社の権利を侵害していないかについては、商標調査である程度確認を行うことができます。この方法についてのアドバイスや使用に問題がないとしても登録が必要なのか、不要なのかについて知財の専門家である弁理士を交えた無料相談にて対応させていただきます。また著作権もビジネスの落とし穴となるケースが見られます。誰かが制作したイラストには必ず著作権が発生します。ビジネスでこれを利用する場合は作者と使用許諾条件についてのすり合わせ契約が必要となります。
こちらにつきましても、契約の専門家である弁護士を交えた無料相談にて対応方法についてアドバイスをさせていただきます。社内で秘密裏に開発していたものがなぜか似たような商品が他社から販売された、開発中のため特許の申請はまだしていない、こうした事態に対し近年特許庁では営業秘密という言葉を掲げ、情報管理の仕組み規定を備えていくことを支援しています。こちらも、営業秘密の専門家を交えての、具体的な支援が可能です。もちろん特許取得についてもその可能性や、取得後の活用の仕方までアドバイスをさせていただきます。相談体制はこちらの図のようになります。まずは中小企業様、より、ご連絡をいただき、窓口担当員にてヒアリング、必要に応じて各種専門家を交えてのご対応という流れとなります。窓口担当員なんですけれども、企業で、知財管理に携わったもの、長年企業支援に従事してきたものが対応いたしますので安心してお話をいただければと思います。また海外展開においても、知財保護はかなり重要なポイントとなりますが、この申請について補助させていただく、外国出願補助金があります。海外展開を視野に入れられている方は、ぜひご検討いただければと思います。意外なところで落とし穴になってしまう知財も、上手に使えばビジネスの大きな武器となります。少しでも、気になることがありましたら、こちらのお電話番号までお気軽にご連絡いただければと思います。なお QR の方はお問い合わせフォームの方につながっておりますので、こちらもご利用いただければと思います。知財については以上となります。続きまして、産業デザイン活用促進事業についてご説明をさせていただきます。デザイン活用による企業の競争力向上を支援、というところなんですけれども、すごい頑張っていい会社にした、頑張っていいお店にした、綺麗なお店にしたのになんだか伝わらない、募集をかけても人が来てくれない、すごい丹精を込めて作ったいい素材なのになんだか売れない、研鑽に研鑽を重ねて作った技術なのになんだか売れない、こうした事態は、実はその原因はデザインが原因かもしれません。デザインと一口に申しましても、企画、伝達、PR、営業、多くの段階で関わってくる要素となっております。こうしたところで、引っかかりを感じてご相談をいただいて今まで、対応させていただいた事例としては、こうした、ジャムのラベルを、それまでの、まあ、親しみやすいものから、より品質感を、感じさせるものに変えたところ、新規の販路も増え売上も3倍になったという成果がございます。偽物がどんどん、入ってきている、海外製の伝統工芸が入ってきている中で、自分たちこそが本物だということを示すことで、差別化をするとともに、高付加価値化を果たし、新規の販路を開拓していった、あるいは、それまで OEM 中心だったものの、受注額が下がる一方の中、ゼロから商品開発をすることで、新しい事業の柱ができた、こちら開発をスタートさせたのは、4年前になりますが、今では売上の半分以上を占めるものとなっております。じゃあデザイナーを使ってみようかといった時にも、せっかくお金をかけたのに、デザイナーも徹夜をして頑張ったのになんだかうまくいかないと、こういうことでご相談を受けることもございます。デザイン活用のポイントとあるんですけれども、デザインの予算、デザイナーの選び方、依頼の仕方と出てきた案の決め方、デザインの生かし方、この中のどれか、あるいは、全てでなんだかちょっとうまくいっていない、そうした場合に、先ほどのような、なんだかうまくいかないというケースに至る場合がございます。こうしたものについても、こちらの方で、アドバイスをさせていただいております。相談は、基本的には全て無料となっております。またデザイナーさんをご紹介するマッチング支援であったり、企業様や団体様のご要望に応じて出前をしてセミナーをさせていただくということもさせていただいておりますので、こちらもご気軽にお問い合わせいただければと思います。相談員ですが、すべて社会においてデザインの仕事を経験した人間が対応しておりますので、ご安心してご相談いただければと思います。
こちら企画伝達 PR 営業、デザインと一口に申しましても、さまざまな分野に関わって、さまざまな分野の成果を左右してしまうポイントに、近年ますますなってきてしまっている背景があります。少しでもこの中でこう引っかかっているところがあるなと感じた場合は、こちら秋田産業デザイン支援センター、活性化センターの中にあります、こちらの方にお気軽にお電話をいただければと思います。QR の方はデザイン支援センターのホームページの方につながっておりますので、こちらもご覧いただければと思います。ではありがとうございました。はい、秋田企業活性化センターからは、最後の説明となります。私からは、総合相談課所管の3つの事業について説明いたします。はじめに秋田県よるず支援拠点について説明いたします。よるず支援拠点は平成26年6月に国が各都道府県に設置した無料の経営相談所です。秋田県では当センター内に設置されております。事業概要ですが、よるず支援拠点は中小企業や小規模事業者様の経営上のあらゆる相談にワンストップで無料で応じております。支援の対象者は県内の中小企業、個人事業者様など幅広く対応しております。支援内容といたしましては、拠点内に設置されたチーフコーディネーター、コーディネーター13名が経営課題の解決まで継続的に支援しております。遠方の相談者の利便性を高めるため、オンラインでの相談や県内自治体、商工団体、金融機関と連携した出張での相談会も実施しております。また経営改善や資金繰り、 IT 関連等のセミナーをオンラインや県内各地で随時開催しております。支援の流れについてであります。ご相談はホームページをご確認の上、専用の相談申し込みフォームよりお申し込みいただけます。またファックス、電話でも受付しております。原則事前予約制であります。時々当日飛び入りのご相談もありますが、専門分野のコーディネーターが不在の場合は二度手間になる場合もございますので、事前のご予約をお願いいたします。相談は何回でも無料、複数の課題についてはチームで支援しているほか、その後も継続的にフォローさせていただきます。秋田県よるず支援拠点は専用ホームページを設けているほか、問い合わせ、申し込み先が直通となっておりますので、何かありましたらお気軽にお問い合わせください。次に専門家派遣事業について説明いたします。この事業は創業や経営の向上を図ろうとする中小企業者様が抱えるさまざまな課題に対し、当センター登録の民間専門家を派遣し、課題解決のための診断・助言を実施するものであります。申請できる事業者様は県内在住の小規模事業者、中小企業者様などです。専門家を派遣できる分野は経営全般、販売・マーケティング、IT 情報化など資料に記載の通りであります。ただし ISO などの公認証取得や許認可を得るだけのもの、補助金の申請業務、ホームページの作成などは対象外となり、有料の専門事業者様に頼んでいただくことになります。専門家の派遣日数、車金、旅費については、派遣日数は4時間以上の業務で2日、4時間未満の派遣を半日と計算し、この場合は最大4回の派遣が可能となります。専門家への車金は1日あたり3万円でセンターが全額負担しますが、専門家にかかる旅費につきましては派遣要請企業者様に負担していただくことになります。提出書類は専門家派遣要請書、個人情報に関する同意書、会社案内等であり、様式については当センターのホームページに掲載され、ダウンロードが可能であります。
募集時期につきましては、予算のある限り随時受付しております。手続きの流れは、記載の通り、相談、事前確認、申請書類の審査、派遣、診断助言の実施、受け入れ証明書の提出などでありますが、必ず電話で事前にご相談ください。場合によっては、担当が訪問したり、当センターまで来所していただくなど、直接お話をお伺いします。専門家派遣事業は、当センターのホームページ内に、実施要領、申請様式、専門家登録名簿等が掲載されております。何かありましたら、担当部署の総合相談課までお問い合わせください。最後になりますが、秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点について説明いたします。この事業は内閣府の事業であり、秋田県では平成27年12月から当センター内に設置されており、現在、東京と新潟県を除く45都府県にこの拠点が設置されております。この事業は、新たな製品・サービスの開発や生産性の向上、積極的な販路開拓など、今後の事業展開に意欲的な企業の取り組みにおいて、中核となるプロフェッショナル人材の獲得をサポートするものであります。この制度を活用できるのは、県内の中小企業者様です。支援内容は、本拠点を提携している民間人材紹介事業者が約40社を通じたプロフェッショナル人材の獲得支援を行っており、マネージャー、サブマネージャーの企業訪問活動により、事業を PR するとともに、人材ニーズの明確化、活用方法を検討してもらい、常用雇用、副業兼業の形態による外部人材の活用を支援しております。また、令和6年度も、外部人材の活用に関するセミナーを県内で開催することにもしております。事業の流れとしましては、図に示す通りであり、企業様の営業力強化や生産技術の改善といったテーマを、当拠点が企業訪問等を通して把握しながら申請書類を出してもらうことにより、これは丸一の部分でございます。民間人材紹介事業者に取り付いております。これが丸二の部分でございます。その後は人材ビジネス事業者から企業様への人材の紹介、マッチングを行っております。会社としてのプロジェクト事業や経営者の匿名事項でも有効な手段と考えております。秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点は専用ホームページを設けているほか、問い合わせ、申し込み先が直通となっておりますので、何かありましたら、お気軽にお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。